にちは、くまぱんのみんなの園芸の時間だよ。今日は風でふわふわ揺れる葉っぱが魅力的なエバーフレッシュの剪定と増やし方について。エバーフレッシュはマメ科の植物なので成長が早いんだ。鉢とのバランスを見ながらマメに剪定や植え替えをしてあげるといいよ。どのぐらいの頻度で植え替えすればいいかって、 1,2 年に1回ぐらいかな。剪定はね、伸びすぎたなと思ったらいつでも OK。 この鉢の場合はちょっと伸びすぎちゃって葉っぱが当たっちゃってるね。あ、夕方になっちゃったので葉っぱが閉じてきちゃったよ。アシスタントコビー作業急ぐんだ。急げクマクマシュー。じゃあ剪定始めるね。樹形が乱れてきたらいつでもいいんだけれど、できれば春4月から5月にね、剪定するのはね一番ベストだよ。よいしょ、切ってくれ。ここもカット。あとまあここかな。あのね、大胆にカットしちゃっていいです。これはね、曲げ仕立てをね、こう幹がこう曲がってる感じをね作りたかったので、このように今大胆にザクザクザクっと丸坊主になるように切ってしまいましたが、今の時期だったらあっという間にね葉がパーッと増えちゃうので大丈夫です。剪定でカットした枝を10センチから15センチくらいにして、下葉をねこうやって落としていって、水をこうやって吸わせてあげてから清潔な土に刺せば挿し木完了です。ちょっと調子に乗って剪定しすぎちゃったかな。でもまあいいか。エバーフレッシュは夜になると葉っぱを閉じ、昼になると葉っぱを広げる面白い植物だよね。ただし根腐れ、水切れや調子が悪いと昼間でも葉っぱを閉じるので、よく観察し見守って育ててあげようね。通常の水やり以外に肌に予防に霧吹きでシュ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 、かかってるよ。クマパンは、いいと思うんだ。ではみんなもエバーフレッシュを育ててみようよ。じゃあまたね。クマクマシュー。